私を倒すことはできまい。女神を失った人間など恐ろしくもない。700年前、私はあと一歩でイースを支配できるところで、その忌々しい女神どもに封じ込められた。それからの屈辱の年月は長かった。時はあざけり笑うかのように緩やかに流れていった。しかしついに私の時代が到来したのだ。イースド、この世界は私のものだ。人間どもに魔物の恐ろしさを思い知らせてくれる。そうはいかねえぜ、魔物さんよ。もうイースは地上に降りているんだぜ。忘れてもらっちゃ困るな。この盗賊のゴーバン様を。アドルさん、久しぶりですね。私です、ルタジェンマです。プレリアの盾を持ってきました。魔との決戦にはこれがいるでしょう。私です、ティーナです。女神であることを隠してきてごめんなさい。魔物を封じてもいつの日か復活する時が来るでしょう。魔法そのものがこの世からなくならない限り、トワの平和は訪れません。魔力の源、巨大な黒い真珠がこの奥にあります。あれさえなくなれば全てが解決します。お願いです、黒真珠を打ち砕いてください。アドルさんにはなんて感謝していいのか。私はイースの女神レアです。ダームの塔ではダルクファクトを倒してくださいましたね。ダルクは神官ファクトの子孫にあたる人。クレリアに宿っている魔力を利用して魔物の封印を解き、世界を自分のものにしようとしたのです。かつて私たちが魔物を封じ込めた時、クレリアも地中深く埋められました。数百年の時が経ち、それが銀という名で掘り出されたのです。そして今、魔の元凶と戦う時がやってきました。あなたならやれるはずです。最後の戦いには私の指輪を使ってください。それには魔物の力を弱める効力があるんです。その剣にイースを結集した力を与えましょう。